こんにちは。STM さんに開発エコシステムによる開発実習、高性能マイコン編、M7 と M4 のハンドシェイクとエルチカについてお話ししたいと思います。この実習を通して STM さんにの開発実習の流れをぜひ体験し、ご活用ください。それでは始めましょう。実習に M7 と M4 のハンドシェイクとエルチカ。本実習では、ARM Cortex M7 をマスターとして、ARM Cortex M4 のコアを動作させて、連動してエルチカします。本実習の目的は、M7 と M4 のハードウェアセマホ機能を使用したハンドシェイクを学ぶことです。使用する機材は、ニュークレアボードと、ボードに実装されている、図に示すあたりにある LED の LD2 と LD3 を使用します。では、STM さんに CubeMX を起動してみましょう。STM さんに CubeMX が起動したら、初期画面から New Project にある3つのボタンのうち、一番上の Access to MCU Selector をクリックしてください。ポップアップされたウィンドウ左側のフレーム内にありますシリーズは、STM32H7 を、ラインは STM32H745755 を、パッケージは LQFP144 をそれぞれ選択します。そうしますと、右側のフレームにフィルタによって絞られたデバイスの一覧を見ることができます。その中の STM32H755ZI をダブルクリックします。では、実際に操作してデバイスを選択してみましょう。プロジェクト画面が開きます。これより各種ピンの設定を行っていきましょう。PE1 のピンを探してクリックします。すると、ポップアップウィンドウが現れ、PE1 に割り当てることができる機能の一覧が現れます。今回、PE1 は GPIO 出力として使えますので、GPIO アウトプットを選択します。同様に PB14 も GPIO 出力に設定します。設定されたピンは緑色に変わります。次に、ピンを Cortex M7、M4 どちらで使用するかを割り当てます。右クリックし、一覧からピンリザーブドを選択するとピンの割り当てを変更できます。PE1 は Cortex M7、PB14 は Cortex M4 に変更します。設定されたピンは色が変わります。電源の設定をします。RCC のサプライソースを PWR ダイレクト SMPS サプライに変更します。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にありますクロックコンフィギュレーションのタブをクリックして開きます。開いた画面では、コアクロックや PLL、ペリフェラルに必要なクロック等、すべてのクロック設定が GUI 上で行います。赤で囲まれた箇所を480にして、エンターキーを押します。しばらく時間かかります。M7 コアが 480MHz に、M4 コアが 240MHz になります。では、実際に設定してみましょう。ここまでで STM32CubeMX 上での設定は完了です。プロジェクトマネージャータブを選択します。プロジェクトメニューでプロジェクトの設定を行います。まず、はじめにプロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名やプロジェクトを保存するフォルダのパスに、全角、半角スペース、漢字仮名などの2バイト文字を含めてはいけません。使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。デフォルトでは、ビルドに必要ない全てのファイルをプロジェクトフォルダーにコピーする設定になっており、
プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルがアクセスされ、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、最上段の設定を2番目の Copy Only Necessary Library Files に変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。画面右上にあります、Generate Code をクリックします。しばらくして、コード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。では、実際にコード生成をして、プロジェクトファイルを EWARM で開いてみましょう。EWARM が起動したら、ビルドが通ることを確認します。プロジェクトメニューから全てを再ビルドを実行します。ビルド完了後、エラーやワーニングがないことを確認します。次に、ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M4 のビルドが通ることを確認します。プロジェクトメニューから全てを再ビルドを実行します。ビデオでこれまでの手順を確認したいと思います。メイン画面の Access to MCU Selector ボタンを押してください。ウィンドウを左側からシリーズの STM32H7 チェックボックスを有効にしてください。ラインの STM32H745755 チェックボックスをクリックしてください。パッケージの LQFP144 チェックボックスを有効にしてください。ウィンドウの右下側から STM32H755ZI をダブルクリックしてください。メイン画面のピンアウトコンフィギュレーションから右側のデバイスのピン選択画面からピンの設定をしていきます。P1 ピンを左クリックして GPIO アウトプットを選択します。P1 ピンを右クリックしてピンリザベーションから Cortex M7 を選択します。PB14 ピンを左クリックして GPIO アウトプットを選択します。PB14 ピンを右クリックしてピンリザベーションから Cortex M4 を選択します。左側のシステムコアの RCC をクリックします。コンフィギュレーションパネルのパラメータセッティングタブからサプライソースをパワーダイレクト SMPS サプライに変更します。次にクロックコンフィギュレーション画面に移ります。画面真ん中のクロック設定を480に設定します。クロックウィザードポップアップを開きましたら、OK ボタンを押します。クロック設定にしばらく時間がかかります。クロック設定が完了しました。次に、プロジェクトマネージャー画面に移ります。プロジェクトネームにプロジェクト名を設定します。
プロジェクトを保存する場所をプロジェクトロケーションで設定します。ツールチェーン IDE はお使いの IDE に合わせて選択してください。今回は EWM を使用しますので、EWM を選択してください。左側のコードジェネレーターボタンをクリックしてください。上側の STM32 Cube MCU Packages and Embedded Software Packs の項目を Copy Only the Necessary Library Files に変更してください。画面右上の Generate Code ボタンを押してください。コードジェネレーションポップアップが開いた場合は、オープンプロジェクトボタンを押すと、EWM をプロジェクトファイルを開いた状態で起動することができます。EWM が起動したら、ワークスペースを CM7 に切り替えます。ワークスペースウィンドウのコンボボックスから語尾に CM7 が付いている方を選択してください。プロジェクトメニューから、すべてを再ビルドをクリックしてください。ビルドウィンドウ内にエラー、ワーニングが発生していないことを確認してください。ワークスペースを CM4 に切り替えます。ワークスペースのウィンドウのコンボボックスに語尾に CM4 と記載のある方を選択してください。プロジェクトメニューから、すべて再ビルドをクリックしてください。ビルドウィンドウ内にエラー、ワーニングが発生しないことを確認してください。以上で CubeMX によるコード生成は完了です。実装するプログラムは M7 からスマホシグナルを送り、M4 の GPIO トグルタイミングを制御します。M7 と M4 の処理は同期したタイミングで GPIO のトグルを繰り返し L 値化させます。ここからユーザー処理を追加していきます。STM32 CubeMX で生成したコードには、ユーザーコード Begin とユーザーコード End の記載があり、このコメントの範囲内にユーザーコードを追加していきます。ここで追記したユーザーコードは、再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます。今回追記する場所は6箇所となります。まずは、ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースを語尾に CM7 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M7 の main.c を開きます。ユーザーコード begin pd の箇所へコードを追加します。ハードウェアスマホの ID を定義します。ユーザーコード begin 3の箇所へコードを追加します。スマホの取得、GPIO のトグル、0.5 秒の待ち、スマホの開放です。次に、ワークスペースを M4 に切り替えます。
ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。ワークスペースを切り替えましたら、M4 のメイン .c を開きます。ユーザーコード、begin、pd の箇所へコードを追加します。ハードウェアスマホの ID を定義します。ユーザーコード、begin、2の箇所へコードを追加します。スマホ通信の有効か無効かです。ユーザーコード、begin 3の箇所へコードを追加します。イベントのクリア、ストップモードへの移行、スマホのフラッグクリア、GPIO のトグルです。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからメイクをクリックし、コンパイルします。ワークスペースを M4 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM4 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからメイクをクリックし、コンパイルします。M4 のコードをプロジェクト、ダウンロード、アクティブなアプリケーションのダウンロードでフラッシュに書き込みます。ワークスペースを M7 に切り替えます。ワークスペースから語尾に CM7 と記載のある方を選択します。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグ、またはツールバージョンのアイコンよりダウンロードしてデバッグをクリックします。ダウンロードが完了するとデバッグ画面に切り替わります。デバッグメニューから実行で実行します。LD2 と LD3 が交互に点滅します。それでは実際のボード上での LED の点滅の様子をご覧ください。LD2 と LD3 が交互に点滅します。使用している HSM の HAL ドライバー関数は次の4つです。HAL、HSM テイク、スマホを取得、HAL、HSM リリース、スマホを開放、HAL、HSM アクティブノーティフィケーション、スマホの通知有効化、HAL、HSM でアクティブノーティフィケーション、スマホの通知無効化です。CubeMX にて生成されたコードで使用されている HAL ドライバーは、ドライバーズ STM32H7 HAL ドライバーズフォルダーに格納されています。ドライバーの使用方法に関しては、該当ソースコードのヘッダー、またはユーザーマニュアル UM2217 Description of STM32H7 HAL ドライバーズに記載があります。デバッグメニューから、デバッグの停止をクリックし、デバッグモードを終了します。ファイルメニューからワークスペースの保存をクリックし、保存します。ファイルメニューから終了で EWR も終了します。STM32CubeMX もクローズボタンを押して終了します。これで実習2を終了します。ありがとうございました。